まっすぐ顔を見て。私の名前は遥か。3日前に転校してきたばかりです。クラスには友達になった子もいるけれど、まだ知らない友達がいっぱいです。その中に耳に機械のようなものをつけて、あーあーと何か言っている子がいました。私は不思議に思って、先生、あの子、耳が聞こえんの？あーあーしか言えんの？と聞いてみました。先生はにっこり笑って、ああ、ひかるくんは生まれた時から耳が聞こえにくいんだ。だから口の形を見て話したり聞いたりしているんだよ。まっすぐ顔を見て、ゆっくり大きな口を開けて話しかけてごらん、と教えてくれました。休み時間になりました。私はひかるくんの前へ行き、ひかるくん、遊ぼう、と言いました。ひかるくんは私の顔をまっすぐ見て、あとぽとニコッと笑いました。やった、わかった。今まであーあーとしか聞こえなかったのに、口を見ていると確かにうん、遊ぼうと聞こえました。ある日運動場で遊んでいると、隣のクラスのたけしくんが、あの子なんで返事せんの？と聞いてきました。ひかるくんはね、耳が聞こえにくいのよ。でも、まっすぐ顔を見て、ゆっくり話せば大丈夫。私がそう答えると、たけしくんは、へえ、わかった、やってみるよ。と言って、ひかるくんの方へかけていきました。